こんにちは、吉田さん。まあ、お風呂いかがでしたか？私は通常ね、44度ぐらいのお風呂に入るんですよ。ちょっと熱めですよね。でもこの熱めがね、なんともね、体がほぐれて気持ちがいいんですよね。でも人によってはちょっとぬるめが好きな人もいます。いわゆるぬるま湯です。お風呂の温度ぐらいだったら好き好みでいいんですけども、人生における受け取り方に関してはいつもぬるま湯みたいな受け取り方していたら本当にひどい目に遭っちゃうと思うんですよ。でも多くの方はまだ自分に危機が訪れていること、デッドラインを超えていることにおそらく気づいてないんじゃないかなと思うんですよね。私がプロボクサーになろうかなとかね、格闘家になろうかなと思っても、すでにデッドラインを超えてるんで、いくら体を鍛えようと思っても、鍛える速度以上に、その鍛えたことによって体がいかれていく速度の方が速いんですよね。回復力がもう落ちてますから。ですんで、格闘家に今からなるってのは難しいですよね。20代の後半あたりから始めたんだったら、まだなんとかなったかもしれませんけども、さすがにね、40に入ってから、一から体を作り出すっていうのはなかなか厳しいと思うんですよ。そんな感じでビジネスを始めたりお金を稼ごうと思っても、ある程度の年齢を超えるともう生涯賃金が追いつかなくなるみたいな、そんなデッドラインはあるんじゃないかなと思うんですよ。もちろん稀に一発逆転みたいなことが起きますけども、そういうことが起きる可能性を考えると、ほとんどの人にはそういう一発逆転みたいなね、ラッキーパンチが来る確率、それに挑戦する時間すら残ってないのかなと思うんですよね。で、結構肝心なことが、まあ頭に上ってない部分があるんですけども、いつも使ってるぬるま湯がね、ぬるい泥水だったらどうしますってことなんですよ。お湯じゃないんですよ、すでに。自分の体を蝕んでいく泥水です。おでいってやつですよね。だったらみんな慌ててそのお湯から出ると思うんですよ。だから、ぬるま湯じゃないってことに気づかないといけないのかなと思うんですよね。ぬるま湯ですらないみたいな感じですか。そして外に出て新しいお風呂かなんかにまた入り直した時に、もうお風呂が用意されてなくって、タイミングを逃してね、お風呂の時間をもう片付けちゃいましたよみたいになってるかもしれないんですよ。だからいろんなものが手遅れになってると思うんですよ。で、これ以上手遅れを増やさないためにも今日仕掛けないといけないのかなっていうのが私がいつも感じていることですよね。まあ、逆に言うと私は40歳の時にスタートできて本当にギリギリセーフだったんじゃないかなと思います。私の体力、根性、才覚、運、そういうもの全部勘案すると、多分初めて気がついたチャンスがすでにラストチャンスだったのかなと当時を振り返って思いますね。で、そこに全力投球するモチベーションがたまたまその時にあったっていうのもラッキーでしたね。今は当時ほどモチベーションがないんですよね。どちらかというと平和で安定して、その積み上げた蓄財を切り崩しながら生きていくみたいなね、余力で生きているような、そんな感じに入ってます。もちろんその中でも新しい挑戦は様々やっていきますけどね。はい、じゃあ吉田さん、いろいろと年末、来年の売り上げを作るためにね、大変かもしれませんけども頑張ってください。いってらっしゃい。